皆さんおはようございます。本日はお忙しい中、香港のオープンスクールに足を運んでくださいまして誠にありがとうございます。香港ですが、大学合格実績、昨年度は大阪大学の3名をはじめ64名という過去最高の数字を出すことができました。今年はさらに上積みをして70名から80名あたり出せるのではないかと思っております。そして2、3年後には大台の100名、これも視野に入ってきました。まあ、このように香港の進学実績が伸びているのは、塾なんかではよく面倒見のいい学校だということを言われますが、やはり生徒一人一人を大切にする、誰一人取り残さない、まあ、そういうことで底上げがしっかりできている成果かなと思っております。それから部活動ですが、この夏のインターハイに、空手道部、卓球部、剣道部、柔道部が出場いたしました。近畿大会はさらに多くの部活動が出場することができております。まあ、このように東洋は部活が昔から伝統で強いですが、今も熱心に活動しております。ただ香港は勉強だけ部活動だけを行う学校ではございません。では他校との違いは何か。やはり体験する行事が非常に多いということです。哲学、探究、グローバルを3本柱とします。これをキャリアフロンティアと香港では呼んでおります。生徒自ら考え、生徒自ら選択する、まあ、そのようなプログラムを通して生徒は本当に成長してくれます。生きる力を身につける、まあ、これもキャリアフロンティアの大きな成果かと思います。それから香港は人間教育にも力を入れております。今年度より感想の花賞というのを新たに設定しました。これは良い行いをした生徒を、全校生徒で褒め称えようという、まあ、そういう賞でございます。スクリーンにありますが、香港の校章、菊、梅、蘭、竹、この4つ、高潔な植物とされております。これが乾燥の花です。で、香港の創設者は哲学者井上円了ですので、井上円了はこの4つの花になぞらえて、哲学の世界のソクラテス、カント、孔子、釈迦を至聖と名付けました。まあ、ですからこの乾燥の花賞には4つの花のように、あるいは姿勢のように高潔な人物に育ってほしい、まあ、そういう香港の願いが込められております。また自分のことよりも他人のことを大切にしよう、まあ、これが利他の心といいますか、こちらも生徒に、しっかり教育をしております。まあ、これが一番遺憾なく発揮されたのが1学期に行われた文化祭かなと思います。生徒会が中心になりまして、おもてなしの心を持って決められたルールの中で一生懸命思う存分楽しんでくれたと思います。本日も主役は生徒です。利他の心を持った香港自慢の生徒たちをどうぞ見てやってください。そして今日一日しっかり楽しんでください。以上です。最後に生徒による学校紹介です。皆さん、こんにちは。本日は東洋大姫路にご来校いただきありがとうございます。東洋大姫路には S コースと T コースの2つのコースがあります。今回私たち在校生がそれぞれのコースについて説明します。よろしくお願いします。
まず最初に S コースについて説明します。 S コースは国公立大学への進学を目指すコースです。国公立大学進学に向けた普段の授業に加え、学力アップのための様々な行事が用意されているのが特徴です。 S コース入学後、初めて行われる行事が学習合宿です。各教科の先生から授業への取り組み方を教えてもらうことができます。また卒業した先輩方が来てくれてアドバイスを聞くことができ、今後の勉強に役立てることができます。私はこの合宿を通してたくさんの友達と仲良くなることができました。高校2年の夏には東洋大学サマーアカデミアが行われます。東京にある東洋大学へ行き、文系と理系に分かれて他の付属高校の生徒と合同で大学での学びを体験します。私たちもつい先日まで参加していました。大学での講義を受け、大学の施設を実際に使わせてもらいながら研究などを行いました。東洋大姫路のすぐ近くにある兵庫県立大学との校内連携もあります。大学の教授に来ていただいて、大学の話や研究のノウハウなどについて話していただきました。またこの画像のように兵庫県立大学の学生が来てくれる機会もあり、インターネットの向き合い方についてワークショップを開いていただきました。大学生と一緒に議論をしたり、動画作成を行ったりして、とてもいい経験になりました。このような経験を元にしながら、僕たちは総合的な探究の時間に課題研究を進めていきました。研究テーマごとに分かれて仮説を立てながら実験をしていきます。最終的にはこの画像のように記念ホールで学年の生徒の前で研究成果を発表します。なかなか体験できないようなことなので、とても印象に残っています。またディベートについて学ぶ機会もあります。世の中で話題になっている事柄に対して肯定側、否定側に分かれて議論を行いました。自分の意見を主張したり、相手の反論を受け入れたりしながら、物事について深く考えていく上での大切な過程を教わりました。実際のディベートはとても緊張感が高まるので、ドキドキするような経験を味わえます。そして普段の生活ですが、朝は早めに登校し、1時間目が始まる前から学習をしている生徒が多いです。余裕を持って授業に臨めるよう予習をしています。放課後では授業や課題でわからなかったところを先生に質問したり、友達同士で教え合ったりしています。自分で計画を立てて学校に残り、コツコツ自主学習をしている生徒も多いです。次に T コースについて説明します。 T コースは大学進学や就職など多様な進路実現を目指すコースです。勉強と部活動を両立している生徒が多いのが特徴です。東洋大姫路は部活動が盛んであり、15の運動部と16の文化部があります。僕は弓道部に所属しています。弓道部の部員のほとんどが高校入学後に弓道を始めているので、初心者が多いのが特徴ですが、大会での上位入賞を目指し、部員一同コツコツと練習に励んでいます。弓道は相手と対戦するものではないので、技術面だけでなく、自分自身と向き合う精神面も大切になってきます。また、礼儀作法も身につけることができます。私は陸上競技部に所属しています。陸上競技は走るだけでなく、飛んだり投げたりといろいろな種類の競技があります。春夏のシーズンではたくさんの記録会があり、自分の実力を知ることができます。そこで得た反省点を次の大会で改善できるよう意識して練習しています。
それぞれの目標に向かって部員全員で日々頑張っています。放課後には部活動だけでなく補習も実施されます。補習では苦手な科目を克服したり、得意な科目をさらに伸ばすために多くの生徒が補習を受講しています。また先月7月にはサンデーユニバーシティという大学の先生による講義が行われました。いろいろな大学の先生方が学校に来てくださったり、リモートで講義をしてくださったりしました。この日一日は大学生になった気分で自分の興味のある講義を受けることができます。全部で42個用意された講義の中から自分の興味のある講義を2つ受けました。僕は東洋大学の経営学部の先生の講義を受講しました。僕たちにとって身近なスマートフォンの会社の経営戦略についてとても分かりやすく説明していただけました。私は滋賀大学の教育学部の先生の講義を受けました。目立ち子や物もらいという言葉を例に出しながら日本語の方言について教えていただきました。この他にも東洋大姫路ではたくさんの行事があります。例えば東洋大学の見学の精神である哲学について学ぶ機会が入学直後の1年生1学期にありました。その後も物事の本質について考える哲学に親しむ機会が高校生活を通して豊富にあります。国際交流も盛んであり、長期休暇中には海外語学研修も実施されます。僕も1年前に海外2週間の海外語学研修に行きました。そして S コース、T コースともに2年生1学期の6月に修学旅行へ行きました。行き先は台湾、北海道、沖縄の中から自分の行きたいところを生徒が選びます。ちなみに私は台湾へ行きました。千と千尋の神隠しのモデルとして有名な九品や博物館、台湾の夜市などの観光名所を訪れたり、台湾料理を味わったりもしました。また、台湾の高校を訪問し、同年代の生徒たちとたくさん交流できたことは、とても印象深い思い出に残っています。私は北海道に行きました。大自然の中でラフティングをしたり、アイスクリームやジャム作りをしました。エスコンフィールドというプロ野球の球場にも行きました。初めて体験することばかりで、とてもワクワクしたし、楽しかったです。最後に、私たちから一言ずつメッセージをお届けします。ここまで僕たちの話を聞いてくださり、ありがとうございました。これから勉強が大変な時期にはなると思いますが、最後まで諦めず、頑張ってください。東洋大姫路での生活は毎日が楽しく、勉強や部活に打ち込めるとてもいい学校なので、ぜひ入学してください。勉強ももちろんですが、高校生として貴重な経験が味わえるのが、東洋大姫路の特徴だと思っています。ぜひ、東洋大姫路に来てください。まだ8月で志望校が決まっていない人も多いと思いますが、今日の説明を聞いて、この東洋大姫路を志望校の一つに入れていただけたら嬉しいです。最後まで聞いてくださりありがとうございました。東洋大姫路は魅力の詰まった素敵な高校です。来年の4月、皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。ありがとうございました。